皆さんこんにちは、こんばんは。高知熱帯魚サービスの久竹です。今日からシリーズで毎晩やっていこうかと思います。シャープ1、ベタの水槽の選び方。ベタの水槽の選び方、まあいろいろあるんですけど、何でもええんですよ。何でもええ、まあできれば1リットル以上ぐらいの容器がいいで、透明の方が横から見えるからなおいいです。でも上から見たいっていう方もいらっしゃいます。どんぶりでも OK です。まあ要はね、1リットルぐらい以上あればたらいでも桶でも買えるっていうことですよ。特にまあ6月から10月ぐらいの間はヒーターなしでも買えます。だから透明だからグラスでも買えるんだけども、グラスだと毎日水替えしなくてはいけません。毎日水替えね。で、容器は100均なんかでも売ってます。で、水槽って言ったらスクエアって思ってる人もいるし、丸ですよって思ってる方もいらっしゃる。皆さんがイメージした水槽で大丈夫なんですね。まあある程度重さがありますから、まあ、ベタの水槽だからね、1リットルから、まあ、5リットルだったら5キロ6キロぐらいですから、まあ、テーブルとかこうガタ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 しないようなものの上であれば置けます。テレビの上なんかはやめた方がいいし、まあ、今テレビ薄いからね。昔はテレビの上広かった、今は薄いですから、まあ平らなところできれば、まあ目線というかね、テーブルみたいなとこに置くといいんじゃないかなと思うんですけど、まずは水槽選びです。ぜひ毎晩やりますから、シャープ1、水槽の選び方。何でもええねん。そんなに何でもいいんですか。何でもええよ、何でもええから大丈夫です。水が漏れなければ大丈夫です。まあでもね、カンカンとかいうのはやめた方がいい。カンカンで買うくらいならペットボトルね。ペットボトル意外と便利ですよ、ストックするのにはね。だからまあ100均なんかで、1リットル以上ぐらいの容器、ガラスコーナー行けば瓶もあるし花瓶もあるし、いろいろ皆さんに合わせて、皆さんのセンスで、まずは水槽を選んでみてください。はい、チャプター2は明日、水の作り方をやりたいと思います。これからベタを買ってみたい方、ぜひ一緒にベタを買っていきましょう。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。毎晩9時からベタの何でも相談室やってますんで、ぜひ遊びに来てください。質問、お便り、概要欄にある投稿ボックスに送ってください。毎晩9時から見せていただきます。皆さんありがとうございました。バイバイ。シャープ2でお会いしましょう。